皆さんこんにちは、マーキーです。今回はですね、最近出まくっている重大エラーの対処方法についてお伝えしたいと思います。最近スクショのようなエラーが出ることが多いと思うんですけども、もうこれに困っている方っていらっしゃいませんか？私もね、前回ぐらいのアップデートから頻繁に出るようになったんで、まあ結構困ってるんですけども、まあ、これってね、調べてみると発売当初から頻繁に出ているエラーらしく、まあ、海外の掲示板とかいろいろ見て回ったんですけれども、今のところこれを直す方法っていうのはまあ使ってないんですね。すいません。まあそれでもね、体感的にエラーを軽減する方法を見つけましたので、まあご紹介いたします。よければお試しください。早速ね、紹介していきたいと思うんですが、こちらのチャンネルでは BOCW のほか COD 関係の動画を配信しています。私マーキーを応援してくださるって方は高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。早速やっていきたいと思うんですけれども、最初に確認したいのがアップデートの確認ですね。ここで言うアップデートの確認っていうのは Windows とグラフィックドライバーのことです。まず最初に Windows の確認をしましょう。こちら Windows って入れると Windows アップデートの設定っていうのが出てきますので、こちらをクリックしてください。そしたら Windows のね、私の場合今最新なんですけども、まあ、もしこちらがね、更新プログラムがありますよっていう状態でしたら必ずアップデートをしてください。で、次にグラフィックドライバーなんですけども、私の場合 GeForce Experience っていうアプリを使います。こちらね、ドライバーでタブを押していただきますと、まあこちらのね、更新プログラムの確認とボタンが出てきますので、こちらを押していただくと、まあ最新であれば最新ですよっていうのが出てきます。もしね、こちらがね、更新プログラムがありますっていうことでしたら、まあダウンロードしてインストールをしてみるのをお勧めします。で、次なんですけども、もし使ってる人がいましたらでいいんですけども、こうバトルネットってね、ベータ版があるんですね。こちらベータ版を使ってる場合ね、ちょっとエラーが起きやすいっていうのをね、最近発見しましたんで、もしね、こちらバトルネットのベータ版を使ってる場合は、この標準版の方に戻して使うことをお勧めします。で、3番目なんですけども、こちらね、起動オプションに、D3D11 っていう風にコマンドを入れてください。これは何かって言いますと、DirectX11 でゲームを起動しますよっていうものなんですけども、まあもともと BOCW は DirectX12 で起動するように作られているんですが、一部のプレイヤーから DirectX11 にしたところを安定するようになったよっていう報告がありましたので、まあもしね、こちらね、試したことがないって方はこちらもお試しください。次にゲーム内の設定を見直します。私ね、前回グラフィックの動画を出したんですけども、まあそれを見ていただければわかると思うんですが、まあ結構高めの設定でやっていたかと思うんですけども、今回ね、ゲーム内の設定を下げました。まあ下げた内容をお伝えしますと、こちらのハードウェア、表示モードですね。フルスクリーンにしています。私よく配信とかしますので、こちらフルスクリーンウィンドウでやってたんですけれども、まあ、こちらフルスクリーンにしただけでだいぶ軽減されたかなと思いますので、もしゲームをやる場合はフルスクリーンでやるのが一番かなと思います。その次にですね、ディスプレイの中にあるフレームレートの制限ですね。こちら今まで無制限していたんですけれども、こちら制限をかけました。まあ、メニューとかは FPS 60に抑えて、でゲーム内の FPS を130にしています。私のモニターは 120Hz までしか出てないので、まあ、130にしてるんですけども、まあ、144Hz の人は、まあ、160とか、まあ、240Hz の人は、そうだな、250とかにするといいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、ヘルツ数と同じレートにすると、まあ、若干ね、パフォーマンスが落ちてしまうと思いますので、ちょっとね、ちょっと伸ばしてあげるといいかなと思います。そして、細部とテクスチャなんですけども、テクスチャの品質とモデルの品質、こちらね、ウルトラと、タコにしてたんですけども、こちらミディアムにしています。そうすることによってね、負荷が軽減されるかなと思ったので、ミディアムにしています。こちらね、低でも良かったんですけども、低にすると、その一部のレティクルがうんこみたいな、なんかクソ画質になってしまうので、まあそれを防ぐためにミディアムにしてるって感じですね。で、最後に後処理効果のアンチエイリアス品質なんですけども、こちらミディアムにしています。こちら今までウルトラにしてたんですけれども、ミディアムにした理由としましては、こちらね、ミディアムとフィルムの効果がつきます。ミディアムにすることによって、まあちょっとね、画質が下がるんですけども、まあ視認性を保ちつつ、フィルムの効果をこうつけることができるので、まあゲームをやる上で必勝がないのかなと思いましたので、こちらミディアムにしました。まあこんな感じでね、設定を少し下げまして、まあグラフィックの負荷がちょっと減るようにしたって感じですね。こうすることによって、まあ結構軽減されたので、皆さんもゲーム内の設定をね、もし高めにしているのであれば下げてみてください。で、ここまでやったら大部分の人は重大エラーが出ないようになったかなと思うんですけれども、
まあね、ここね、ゲームを起動した時にいきなりあいつ、ウィンドウが出てきてゲームができないっていうことが結構あるんですね。そういう場合にやっていただきたいなっていうのが、まあ、結構ね、時間かかるんですけども、スキャンと修復ってやつをやってください。これどういうものかって言いますと、サーバー上に上がっている BOCW のデータと、そのローカルにある自分たちのこの BOCW のデータで、そのデータの差異がないか確認するんですね。ちょっと再インストールに近いことをするんですけども、まあそれをすることによって、まあ起動時にエラーでゲームが起動できないっていうことが、まあ少なくなるので、まあぜひやってみてください。まああんまりね、やりすぎても意味ないと思うので、まあどうしても起動できないって時だけこちらのスキャンと修復を試してみることをお勧めします。はい、こんな感じでエラーの対処方法についてお伝えしてきました。まあ最後繰り返しになるんですけれども、対処方法についてまとめたいと思います。1、各種アップデートの確認、 Windows とグラフィックドライバーのアップデートを確認してください。2、もしベータ版のバトルネットを使っている場合は通常版に戻してください。3、起動オプションに D3D11 っていうねコマンドを入れてください。4、ゲーム内設定を見直してください。私は結構高めの設定でやっていたので、まあ、ミディアムぐらいのね、設定に直すといいかなと思います。5、スキャンと修復を試みる。これはね、もしどうしても起動できないっていう時だけ実行してみてください。結構ね、時間がかかるものなので、頻繁にやるものではないっていうことを覚えておいていただけたらなと思います。まあ、今回ね、エラーの対処方法についてお伝えしてきたんですが、まあ、すべてこれで解決できるわけじゃないので、まあ、その重大なエラーの解決については、BOCW のね、パッチをね、素直に待つしかないっていうところなので、まあ、皆さんね、温かい目で、まあ、ちょっとアップデートが来るのをお待ちください。こんな感じでね、エラーの対処方法についての動画もね、今後出していきたいと思っていますので、もし皆さんの中でこういうエラーで悩んでますよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをしてください。私のところでね、調べる範囲であれば調べてお伝えしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。